皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。男子ゴルフの ANA オープンは12日から4日間、北海道・札幌 GC ワッツ C で開催される。史上最年少3週連続優勝を狙う平田県政23イコールエレコム、は11日、プロアマ戦に出場するなど最終調整した。2週前の富士山系クラシック。 前週の新ハンドンヘオープンを制し2週連続優勝。今大会で勝てばグラハム・マーシュ、74年、当時30歳、オーストラリア、社敏夫、82年、当時42歳、台湾、尾崎雅史、88年、当時41歳、94年、当時47歳、三つ星上4人目、5度目、史上最年少での3週連続優勝を達成。 日本人では大崎以来史上2人目の快挙となる。平田はそう簡単にはいかないだろうなと思っている。でも目標の一つではあるので、達成できたらいいと意欲をにじませた。昨年の日本プロ選手権、ニワ CC、今年の長島茂雄招待セガサミーカップ、ザノースカントリー GC と北海道で2勝。北海道は良い感じで、回れそうと北の大地との相性は良い。 また過去2周はいずれも洋芝のコースで今大会も洋芝。札幌 GC ワッツーの印象を聞かれると、ラフに入ると難しい。フェアウェイから打たないとなかなかバーディーチャンスにつかないと警戒しているが、持ち前の技術がより生きるコースともいえる。今季3勝で賞金ランクも1位に浮上した。賞金王については、何も意識はいていないと冷静だ。 まずは今大会で勝利を目指す。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。